アキラ東京妄想局チャカ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 って感じどうしたんだろうもういいか。はい、この番組は生放送ニコニコチャンネルユーストリームにも流れていて世界中に放送されています。ニコニコチャンネルの書き込みもあってます。はい、妄想すごろくということでですね、はい、毎回私たちがこのね、ストアッチ、ちょ、あの、発音良すぎた、ごめん。スタート、ストップって、はい、出たコマを、スチュワートって、出たコマのね、質問に答えていくという感じになっています。はい。早速やる？やる？最初はグー、じゃんけんぽい。どっち？先行。高校。高校しか残されてないから。スタート。ストップ。あのそれ返してもらっていいですか。あ、はい。これは流行るであろう何がヌーボがいるよって何が流行ると思う何が流行るの。あれいいよね、うん、流行ってもう流行ってるのかもしれないけどニーハイストッキング知ってる？ストッキングの普通のこうベージュのやつなんだけど、うん、そこに黒いプリントがここまであるやつ。へえ。で太ももちゃんとストッキングでキュッてなるから足が細く見えるんだって、うん、なるほど。え、でもさバカじゃないのそれ。なんで？だってニーハイはここの食い込んだ肉がいいんだよ。そうね、よくわかんない。食い込みたくないんだと思うよみんな。いや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 、それはねみんなね女の子は勘違いしてる。食い込みたくないよ。男の子はそこを見てる。そんなん嫌なんだけど、そんなん見られたくないんだけど。このラインがニーハイなんだよ。そんなところに燃えてる男が気持ち悪い。女も燃えてます。ミドチンが燃えるんだったらね、いいのかもしれないけれども。だってよくないよそれは。だったらニーハイなんて履くな。なんで？でもあれスタイルがよく見えるためのものでしょ。え、そうなの？ね、膝の位置が高く見えるからスタイルがよく見えるでしょ結局のところ。あーでも、あーそっか。そういう感じで萌えのためにあるものだと思ってた。まあごく一部の人にはね、うん、多分萌えのためにね、うん、そっか。なんかある？流行りそうなものって。流行りそうなもの、あんまりロリータに流行がないからな。だよね。あ、じゃあロリータ真ん中分け。パッツンじゃなく真ん中分けロリータ。可愛かった、ね、今日発売のケラに乗ってる。ケラ持ってる誰か。これ見せていいの。うん、いいんだと思う。そこは広告だから。そっか、うん、ちょっと待ってね。アリス&ザ・パイレーツの広告の、これがね、そう、これ可愛くない？わかる？ねえ、真ん中、ロリータっていうとパッツンのイメージだったけど、うん、真ん中分けめっちゃ可愛いじゃん。そう、これアキラちゃんがいいって言ってるから流行る。これいい、うん、これはいいと思う、うん、だってなんか大人っぽくてよくない？ちょっと大人なロリータみたいな、うん、クラシカルに合わせるのは可愛いかもって。だから俺も思ったんだよ、ロリータだからってパッツンにしなければ似合うかもしれない。ねえ、ね、うん。悩むなこれ。悩むな、失礼。あれ、アキラちゃんどっかでもなんかまたロリータ着させられてたよね。そう、まだね言えないんだけどね。そうね、またロリータ着させられて、しかも写真ならね飛ばしといてくださいでいいですよ、顔動くからね今回。残念、動画でロリータはやめてほしい。いやでも私なんかアキラちゃんがホワイトデーかになんかいっぱい女装みたいな写真アップしてて、携帯投げたから。ってだって何やってほしいって一番多いんだぜ。女装、女装。女なのに。で、しかもこの間ケラ編集の人と話してて、うん、もうほんとスカート雑誌で回ってくんの嫌なんすよねみたいなこと言ったら、うん、でもね、アキラちゃんがねスカート履くとね反響がでかいんだよね。どういうこと？ある意味。どういうこと？おかしいでしょ、うん、もう日常からスカート履いてやろっかな。あ、サルエルってでも広げたらスカート、そういうこと。そっち。でもまだでもサルエルがさ、うん、全然あんまり売ってない時代はロングスカートだったよね、うん、すごいダボっとしたこう黒とかのロングスカートにボズみたいなのに、そうそうそう、で中にあのダンス用のさ、うん、服着にパンツ、へー、ダンス用のダボっとしたパンツ履いてそれを
スカートをまくってそこに刺してサルエルっぽい形にするっていうので、あサルエルパンツっぽくしてた。おしゃれ。でも昔そういうのが流行ってた。そうなんだ。流行ってたってことはサルエルが履きたいけどなかった時代にやってたね。へー。昨日見た夢、ね、なんかすごい変な夢見た気がする。覚えてないことが多いよね。なんかね、朝起きた時は覚えてるんだけど、うん、そっから忘れていくよね、うん、夢って終わりでも私すごい壮大な夢が多いの。いつも全然もう自分が緑だってことを忘れるぐらい夢でもうすんごい戦ってたりなんかめっちゃ飛んでたりね、一つ言っていい、うん、なんかこの間先輩のブログを読んでたんだけど、うん、そのバンドのね先輩のブログに書いてあったんだけど、うん、夢ってその日に起きたことの情報整理をするために必要なんだって。そう、整理整頓のってことはお前何整理整頓してんのね。あれ私いつ飛んだかな戦ってもないし、しかも剣で。ゲームのやりすぎじゃないの？そう、多分ね、寝る前に小説とかを読むから。それ整理してんだ。あとね、寝る前に発言小町って知ってる？知らない。なんかあのヤフーのさ質問のやつなんだっけあれ？知恵おく、あ、知恵？知恵袋、ヤフー知恵袋みたいな、うん、発言小町でもっとドロドロした人間関係とかをね相談するところがあって、うん、そのサイト見るの大好きであーなんかこんなドロドロした関係をネットで相談しちゃうんだへーってすごい性格悪いほらでそういうのを見てるからその見てた日は変な夢見る。すごい。そりゃそうだよ、追っかけられたり。そんな見ない方がいいわよでも私いろんな人のデータを持っておきたいの。こういうタイプの人もいるんだ。すんごい気聞かないじゃん私。すごい人の感情をさ組めないじゃん。そうかね、うん、ズバってさ。そうだね、痛いとか両断な感じはするけどねだからねもうちょっとね人の気持ちを知りなさいって言われてそれ多分読んでても知れないと思うんだけど先日赤坂ブリッツで行われたチャリティーイベントの様子をね、うん、今回妄想ロードで撮ってきてもらったので VTR をご覧ください。はい。世界の子供たちに愛をのテーマに賛同してくれたたくさんのアーティストが東日本大震災被災地の子供たちの応援に集まってくださいました、うん、はい、ありがたいことですね。ありがたいですね、はい、みどりちゃん、はい、この流れている音楽はこのゆるい曲は、うん、あれですかね。あれですね。皆さん、来場してチケットを、ね、交換するときに CD もらいました。あー、もらいましたか。その CD の曲です。なんですけども、ね、ありがとうございます。そう、私やまゆちゃんや、はい、私も歌わせてもらってます。あとは、あとは乙女たちが、乙女たちが、あきらちゃんなどなど、とってもゆるいのですが、うん、皆様家に帰ってもしお時間があれば聞いてやってください。ね、楽しんでくれたら嬉しいです。はい。走れ！
ギターです。ギターの大地です。こんにちは。何も言わなくていいな。ベースのシンです。こんにちは。なんか一発芸やって。えい、ないでしょ。せっかくチャンスあげてんのこカットされるよ。はい、マーシーかまぼこそれペロッて。マーシーです。マジ鼻の手から押さえて。はい、僕マジだよ。そういうキャラクターなんですね。そうです、キャラクターです。いつもはメンバーだけで走ってるんですけど、せっかく子供たちがいるっていうことだったんで、子供好きの俺が子供よこせよ。子供と楽しかったんだよ。楽しかったね、結果的に超楽しかった。俺らもすごい楽しかった。毎回子供入れたいもん。じゃあ良かったですね。その子供なかなかないでしょ。初めて子供とコラボしたの初めて、ね、初めてのコラボだよ ね、 すごいですね。前回の誕生日ワンマンの時は役者さんたちがお祝いに来てくれてて、そのミドチンとかね、役者さんを巻き込んでバーって走ってて、ミドリちゃん可愛かったよね。こうやってミドチンのこうやっておじぎすんの。ヘドバンじゃない、ヘドバンなんですよ。途中でこうやってヘドバンするところがミドチンで、はい、おじぎ。ちゃんと手も前にこうやってたよ。こうやってたよ。かわいい。超かわいかった。ヘドバン。ごめんなさい、ごめんなさい。めっちゃミドチンだけ謝ってんのが可愛すぎて、そこずっと見ちゃったよ。だからね、はい、東京妄想アトリエということでですね、はい、うん、毎回お題に沿ったもうなんか絵画でもないし習字でもなくなってきてますが、うん、お題に沿った芸術作品を生み出していこうというコーナーでございます。ということで本日のお題見てみましょう。うん、卒業。どうする、みどり何で描く。今日もなんか半紙が、うん、なんかね、染みちゃって描きづらいから、ね、今日もスケッチブックに描こうかな、筆で。うん、墨でいいの。うん、墨。あ、いいよ。あ、そうそう、汚すからね。あ、そうだそうだ、はい、
アキラちゃんの方が汚れそうじゃない？それ。俺汚すの得意だから大丈夫。そうか。今首をギュッて締めたよ。あ、よし。アキラちゃんマイク出てないと。あ？マイク。マイク。マイクをこっち側に付け替えときますかね。はーい。はいよっていう。うんうんうん。マントみたいなの着せられて、なんか永遠話を聞くっていう。投げなかったんだ帽子。投げないでくださいって確か言われてた気がする。へえ、混ざっちゃって大変だから。そう、ちゃんとあれレンタル品だから返さなきゃいけないわけよ。卒業式終わったら。レンタルなんだあれって。うん。あれ卒業式当日に借りて、卒業式の始まるまでにみんな着替えて、うん、スーツの上とかから着て、で帰りにちゃんと元の返却グレーを返しに行かなきゃいけないから。なんか切ないねそれ。そうだね。まあ袴もそうだけどさ。みんなで写真撮ったりとかしてたけど、うん、え、じゃあ袴とかは着ずにそれだった。そうだね。うーん、キリスト教系だったからね大学が。そっかそっか、 そうか、それくらいかな。高校の卒業式はでもあれだったわ、うん、なんか品川プリンスホテル、おーおー、卒業式終わった後にそう移動して品川プリンスで、うん、なんかめっちゃうまい料理がめっちゃ出てきたって覚えがある。あー、その後のなんていうのあれ、こん謝恩会か。そう、謝恩会で先生たちが大人の階段登るっていうのをあの学年の先生たちみんなで歌ってんのを見て大爆笑した覚えがある。あれ泣かないんだそこ。違う、あの普段からもう怖いって言われてる先生とかがちょっと涙目になりながら上向いて大人の階段って言われたらちょっと面白くなっちゃうんだよ。確かに、あんなに隣散らしてたのにみたいな、ね、ちょっと練習しちゃったんだみたいな。多分先生たち放課後居残って練習したんだなと思ったら可愛くて可愛くてさ、うん、なんかこうなってると AKB みたいだね。本当に。イエス。力強いな。イエス。だって筋肉むきってなってるもんここ。可愛い可愛いだって。次回コメント見てほしい。ふんふん。あ、ボタンとかもらいましたか？だって。私は全部もらわれていった、女の子に。ほとんど女子校だったから。あ、でも中学校も女の子がリボンくださいとか多分必要だったからだと思う。、うん、でもなんか可愛い子だったからいいかと思っていいよ全部あげた。しかも私末っ子だからね、あげる人いないし全部あげた。ブレザーとか全部、そう、スカートも余ってるのあったら持ってきてくださいって言われて。ただ欲しい、物が欲しいだけ。うん、でも、そう、高校はセーラー服だったから。怖くなっちゃった。なめこ入れないでよ。ねえ、片方なんで、え、なんか黒羊みたいになってる。目のスペースがなめこの紋章が浮いてきてるよ。あ、でもちょっと萌え声で読んで、これみどちんに言ってほしくて書いたんだけど。あ、そうなの。そう、私の絵にあきらちゃんがセリフを入れました。じゃあこれアップにしてもらって。先輩のボタンをください。無理なら先輩をください。かわいい。言われたい。じゃああきらちゃんの渾身のかわいい声でお願いします。大丈夫かな。いい。はい。先輩のボタンをください。無理なら先輩をください。意外と可愛いじゃん。いけた。次回公開の予定は4月13日金曜日夜8時からです。13日の金曜日。中2中2。13日の金曜日だよ。みんなそれらしい格好で来るんだよ。あ、そうなの。じゃみんなお面で。誰がやってるか分からない。誰みたいになる。よくない。うちらもお面つけてこい。あの、そうだね、うん、なんか最近さお面してさヘドバンするアイドルいるよね。そうなの。え、知らない。そう、マニアックすぎるんじゃないかな。うん、すごい少人数のとこでやってた気がする。ジェイソンで喋んの。なんか趣向趣向って。あれ、それはダースベイダーか。そっか、なんか今日いっぱいだね。そうだね、今日いっぱいだね。うん、はい、この後はね会場の方とアフタートークで、うん、
楽しみたいと思います。わーい、お菓子もいっぱいあるよってでは、また次回でいいかな、うん、はい、はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。